Round one. Fight! すんげー投げたな。あ、相打ち OK の形、確かに。ガイルミラー V スキル1のがいいですか。どっちでもいいと思うよ。俺は今1をすごい、全体的に1を試してるから1でやってるけど、全然2でもいいと思う。ただまあ1よりの2だね。ああ、じゃあ、どっちでも、1よりのどっちでもいいだね。1の方が戦いやすいとは思う。あの、待つって選択肢があるから。サンティメディカル 12? 違うね、ロートの。Round one. Fight. ムチにソニックとかは結構安定してそう、安定して使えそうだよね。そうだよね。さ、この、ドサクサに紛れて、さ、スキルソニック追っかけから、投げのタクいけるっていうのが強いとは思うな。こんなことになってしまいますからね。よし。ジョビン2使ってるね。ジョビンは2がやっぱ本気力上がるし、相まがるからいいっつってて。ただ、それは実際、ジョビンの言ってることは別に間違ってないんだけど、あの、多分、1の使い方シンプルに知らないんだよね。だから、1の使い方もちゃんと熟知して、2を選ぶんだったら全然あいいんだけどね。実際2でもいいから、いいんだけど。ポイズンもさすがにダイブ師匠の組み合わせと思いきや。まあ、いや、ポイズンは 2だと思うけど、うん、多分ね。でも1でも全然、1でも全然いいと思うよ。うん、まあ、2だと思うけどね。いいんだとは思うんだけど。でもほら、こういう状況、いるじゃん。1のがむずい。まあ、そう。まあ、2が2でね、ちゃんと2をうまく機能させようと思うと、結構工夫が必要になってくると思うんだよ。
対空空投げ多めにしたりとか、シミでね、中盤ターゲット使ったりとか、2は2でね、技術介入度すげえ上がるんだけど。だ難しいね。あ、ファンベース2かな。あ、1かな。あ、2かな。って気がする。あの、立ち回りで使えちゃうから、まあ、目立つ戦とかもそうなんだけど、立ち回りで使えちゃう。まあ、目立つの場合は、立ち回りで使えちゃう運動の前に、1が意味ない。バリアで返して終わりだ。考えすぐやめんの強いな。スキルトリガーどっちも強めなので面白いと思います。まあ、トリガー2はちょっと弱いけどね。トリガー2は微妙な気がするけど。まあでも試そうかなと思うぐらいの性能ではあるからね。え、これ、な、強いね。中パン大パンサマーの後の、今は強いです。あれ？そうか、トリガー元に戻ったっていうか。当たるんかい。トリガー2だったのにね。トリガー、最弱トリガーって何やろ？バラ？ああ、バラは弱いね。バラと、フォーリンのトリガー1も大概だと思うけどね。フォーリンのトリガー1、バラ。まあ、ファルケも弱いと思うけどな。と、ゴーキの 2？ あ、シンプル、シンプル。パパパパパパパン。ピヨっちゃった。うわぁ、燃焼ダメージ入ってる。あ、もうマジで減りすぎ。減りすぎ、減りすぎ。びっくりしたな。びっくりした。シリがいきなり喋り出した。びっくりした。どうしたの？普段俺シリ使わねえんだけど。わ、これプラーかな。まあ、ベニクサーマしかないのかな。リリリリリリリ。おいでる。ですよね。投げ。おいて。燃焼入っていて。バシンバシンバシン。あ、下がるのそれ。